お疲れちゃんです。ラットです。今日ですね、こちらアーチクイルフやっていきたいと思います。さあ、というわけでですね、次勝てば初戦ですね、展開到達ということで、今日はトラゲやっていくんですけど、その実はですね、最多なんとね、今季8に行きました。8に行ったんですけど、そこから7、8ぐらいまで落ちて、なんとか戻ってきたよということで、で、8人まではね、なんかもういろいろ使ったんですよ。本当になんかいろんなデッキ順番に使ってみたいな感じで、そう、今季どのデッキで行くかとか全然決まってなくて、マジでこの本当に順番になんか適当に気分で使ってって8に行ったって感じで、なんか全体的にマッチングで多かったのがバルーンかなっていう印象ですね。はい。なんかバルーンがめっちゃいたなっていう印象、それだけありますね。あとなんかこう、ペッカとかゴレとか、枯渇であったりだとか、なんでもいたかなって感じなんですけど、マジで本当に2、3回に1回バルーン引いたよねっていう印象があります。で、なんでそんなバルーン多いのっていうとこなんですけど、単純にもう、最近のデッキね、このデッキもなんですけど、圧着いデッキなんですよ。そう、圧着位で全て空やるみたいなデッキがね、やっぱメガナイトラムとかロイジアイとかこれもだし、基本的にほとんどのデッキはね、そんな感じになってます。そう、圧着位全体よりデッキみたいなになってるんで、そこでバルーンが強いですよね。その1周目のバルーンは圧着位でね、守られるかもしれないんですけど、2周目のバルーンに対して絶対圧着位間に合いません。その圧着位ってこの死んでから手札サイクルに回ってくるんですよ。だからこの残ってる間に相手はバルーンをね、回せるんですよ。スケとかファイスピとか他のカードで回せるんだけど、圧着位側はね、圧着位が死んでくれないとカードが回んないので、なんか勝手に回んないんですよね。そう、だから相手の2周目のバルーンに対して絶対間に合わないっていうので、バルーンがね、ちょっと今マルチ増えてますね。よいしょ。圧着位がちょっと増えすぎましたね。さあ、で、今回の相手は、あれですね。多分ガゴムレとかのやつですね。もうすごい、昔の、なんかロケロケミラーみたいな、ミラーがあると思うんで、そこだけちょっと意識して、さ、ファイボー、これファイボーミラーとか打ってくんのかな？打ってきたらもう、ロイフポーンっていい気がするんだけどな。吸ってこない。いや、ガゴムレ系もありそうだけど。さ、ウッドで、圧着位がさ、多分殴るっすね、これ。あー、めっちゃいいウッドだ。ボーイ。棒行くんじゃねえよ。さあ、ウッドで内側にね、されましたね。ガゴムレにはデリー、最悪ファイスピもあって、オーブにはクエクっていけばいいので、相性は良さそうですけど、ボーラーだけかな。ボーラーが、ロイクからしたらちょっと厄介なので、なんか片サイ削るって、おお、ウッドミラーだ。よりかは、両サイ散らしてあげる方が意外とうざそうですね。でも暇なので、いやどうだろうな。ケツでもよかったけど、暇すぎ端回着いいぐらいして。で、ボーラー大砲でいいんでしょう。僕の負け筋なんだろうな。負けなさそうな気もするんですけど、これめんどくさいですね。この、ここで今ガゴムレ来るとこかな。そう、15レベルバレル。15レベルはちょっと怖いな。さあ、これはオーブン。あと、オーブン壊れた時に、このファイスピーが、ね、出るのがちょっと強くなりましたね、豚に対して。さあ、ボーラー処理してあげて。さすがにこれは相性がいいと思うんだけどな。で、豚飛ばし毒でしょ？ 5 打たれるが、これ竹が、1体5ずれてんな。でかい。で、これは、ウッド自体ですけど、クリケスリーでもいい気がするな、どっちか。さあ。で、ファイスピで後衛やれる。で、豚飛ばすと、ボーラー来るんで、どうしようかな。あっちに咲いたなら、こっち出しますね。そう、ミラーボーラー来る。これなんか、対戦するのおもろいな、これ。あんまないっすからね、こういう相手と試合すること。で、暇なので、もう食い削りですね、ぶっちゃけ。あと、カードサイクル早いから、ぶっちゃけね。よいしょ、ゴリゴリいっちゃって、マジで。なんか、あれ？左の方が思ったより削れてんな。さあ、デリバリー。いや、反応がジジイなんすよ、最近。申し訳ねえ。ですが、さあ、噛み合い性すぎて、しかもこれで結構大トロだな。申し訳ない。ただの神相性。さあ、展開前に戻りました。8000ナイス！オーケー！いやー、いいですね。
まあ、今期だとメガラムとかもすごい強いですね。なんか環境トップが、まあ、この圧着イロイフグと、まあ、このメガラムっていう印象があって、まあ、そこに対して強いペッカ工場、あとバルーンとゴーレムが、まあ、その環境の対策デッキ、メタデッキとして結構いる感じかな。さあ来た、世界のアーチャーマスターさん、ご覧のとクロスですね。圧着になるか分かんないけど、まあ、テスラの普通のクロスボウデッキを使ってる方だと思います。でまあクロスに対してはな、まあ勝ちたいっすね。まあ僕がクエイクで削る逆サイドに攻めクロスを置いてきますね。まあロイホクのダメージは本当でも入んないんで、マジでぶっちゃけなんだろう、もうタイブレイクゲーというか、ちま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 しましょうよって感じかな。よいしょ。さあ、いやこの豚数集めるのもでかいっすね。ロイホクちょっと前に強化されてからね、意外と火力あるんでね。もうぶっちゃけ空エク削りしたい。ウッドくる。うん。いやーいらんか、このウッドもったいないけど、まあカード回しっていう。で、相手がクロスなので、これ金起動する必要がないですね。するだけの100ダメージ受けるぐらいなら、てか死んない方がいいですね。100ダメ結構痛いですからね。100ぐらい。スピリット110。ちょっと覚えてないんですけど。そうそう。ロイジェイとかなら、まあ、近起動した方がいいかもしれないんですけど、まあ、クロスだったらしなくてもいいですね。待って、暇すぎる。この豚やったかな？このクエイがちょっと誘われてますね。まあ、ワンチャン逆クロスもある。まあ、クエイクウッドと時間稼ぎしとけば、クロスは意外となんとか耐えれますね。よいしょ。サファイスピー。ずっと、若いよ。そう、おしゃれに行こうぜ。まあまあ。いや、暇すぎ、豚セパ。やばいかな、これ。まあ、そういう日もあるよね。さあ、そろそろ俺もクエ削りしていってもいい気がすんな。で、低めアチャクで5打たれるんで、まあ、高すぎかもしれないけど。ちょっとだけ高めに。さあ、5を。あれ、さすがにデリ落としてもいい気がするけど。いや、落とさんでいいか。そうそうそう。いや、なんか、意外と、なんとかなりそう。デリ落としちゃおう。で、豚これ、セパっとくと結構強いですよ。クロスボウも壊せて、相手のタワーにもダメージ与えれるんで、クロスに対してのロイフグセパ結構強いんで、まあ、知っといて損はない気もする。まあ、一瞬ターゲット取れなくなるんで、このジャンプした瞬間にね、陸なんもないとクロス入っちゃうんで、そこだけ気をつけてやってれば多分大丈夫な気もするけど。おい、うまい。え、うますぎそんな読みあるね。俺の暇あちゃくいがバレちまった。暇なんでクエ削ってクロス来て、いや、そうっすよね。まあ、クエイク削りしたらさすがに逆サイね、今みたいに置いてきますからね。でも置いとけば相手はもう攻めれないですから。で、右来ても僕回転早いんで一生削れるんですよね、僕側が。で、これ一応陸受けが全てなくなるようカバーの助ですね。でもここまでダメージ与えたらもう守っていけば勝てますね。
オーケー。いや、さす、レンチャン加入者来たな、これ。でかい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 。オーケー。さあ、まあ、なんかね、あんまダメージ入んないかもしれないんですけど、後半入ればもうクエク削りで勝てるんで、序盤になんか攻めろ予告クエクしすぎないことですね。した瞬間に肋骨クロスチャキで、そこで序盤ダメージ受けると、もう一生防衛ファイブされてね、守られちゃうんでね。さあ、よろしく。ハイスピー、いってらっしゃい。で、なんか一つ、このデッキのコツがあって、あ、それから来るか。珍しいタイプです。ロイホグじゃねえ、圧着衣を出してる間に、圧着衣が場にいる間は、圧着衣に除いてカード7枚で回るんで、カードサイクルが速くなるわけですよ。だからその間に、できるだけクエイクとかウッドとかスケとか、使いまくった方が、お得になります。お得になるというか、すぐ回ってくるんで、その間に使っちゃえば、すぐその後またクエイクとか回ってきて、まあ何回も打てるよねっていう話なんですよ。クエイクとかウッドとかスケとか、まあハイスピとかをね。そうだから、できるだけ圧着衣が場にいる間に結構ゴリゴリカード回しをするのはありですね。ボーラーされたならいっか。ちょっとめんどいけどな。取るね。やべえかこれもしかして。これやっちゃった？フリーズワンちゃん？いやー来てほしかったな、なんなら。さあ、ランバルポーンでワンパンされます、このデッキちなみに。ランバルポーンが怖いですね。さあ来るよこれ。戻ってもらおうかなこれ。バルーン？いや来んのかい。バルーン警戒してんだよこっちは。バルーンどこに来るんだ。全然来んな。バルーンさん。さあ相手はめっちゃ丁寧。全然バルーン飛んでこん。バルーンじゃないのか。いやバルーンです。フリーズなんで。いやーマジでワンパンされるんでね。本当に。相手守ったら勝ちだからな、だって。ノイズ縛りにしてる。相手がミス多いな。俺が着衣咲くの待ってんのかな。咲くわけないけど。いやーでもカードサイクルしんどくなってくるよな、ガチで。いやーいい位置だ。大砲延命できたな。熱かったな。相手も大砲壊れると思ってたらろうけど。でここのマジ2周目のバルーンやばいんですよ。だから今の間に無理やり回しとかないと辛いよねっていう。なんかタイブレイク勝ちできそうだね。フリーズ？おい、さあフリーズ使ってくるのでかい。いやこれ圧着出してもいい気がするな。嘘もしかして。感電しないであなた。さあつってパッキン来るかな。いやいい位置これは。まああとはクエクッと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 です。いやわかんない、なんか適当にクエクッとしていけば落ちる気がする。クエクッとクエイク、もう一周回るかな。いや回せ、回るかじゃん、回るかなとかじゃない、回せ。おい回ったぜ、ナイス。いやーこれ勝てないですね。あの本当に初めて勝ちました。これはねさすがに無理ですね。ナイス、でかすぎる。NBA、よろしく。いや、8200とか当たんねえかな。うわ、ノーシーボーイ。
ゴレ黒？ユはゴレ黒？もしかして、いやー、ゴレ黒っぽい顔してますね、非常に。さあ出た、いやゴレたくねえね、なんか地味に復活しちゃったんですよね、なんか知らんけど、最悪な事件ですよマジで、ゴレたくね復活。いやーしよしよしよし、さばいちゃうぞスケブー。ってことは今ロイフグ受けがきついですね、まあ、これセパで僕あのゴレクロをね守れる自信あんまないので、もう21ちょっと狙っていきます。左コウモリ出てくるかな、出てこないのか。さあ21プランでいきたいな。痛い、いやー、端間着はダメですね。これはケツ圧着で、ゴーレム溶かしながらの、まあ、大砲置いて、全溶かしに軽く注ぎます。いや、ゴレクロでも久々に見たら、なんか、ゴレダクネエリババっていう戦術は、マルチ上位でね、流行ってます。で、ゴルナイ、ゴレとかも普通にいます。なんか、ゴレダクネがね、ちょっと、新しくね、参戦しちゃってきた。現環境に。まあ、圧着いい、このフルムシされたらね、普通にきついっていう。最近ちょっと、ね、出てきましたね。あー美味しいそれ。いやーウッド打ちたい、ウッド打ちたい、ウッド打ちたい。出てこないんかーい。俺のこのウッドいらんやないかい。さあですが、結局ゴレクロだと、まあ、圧着に溶かせないので、まあ押し切られるんですけどね、ぶっちゃけ。うん。ここですね、ゴレさえ溶かしてしまえばみたいなところある。さあ来るぞ、レッツパーティータイム。さあベビー先行してもらって、いやデリの位置これよかったらワンチャン守れそうだったな。デリの位置が下手、そんなことある？えこれさもったいなくない？今守れたよな絶対、ぶっちゃけどう？守れた説すごいあったんだけど今。なんかちょっと内側に寄せちゃったな。うん。さあ、まあデリウッドで溶かしたいな。まあ、デリウッドじゃなくてもいいんだけど。来るよね。あれもダクに溶かしたい。あで今回控えめっすね。繰り返してくるっすよこの戦いを。いやーよー、いつかロイフ飛ばしたいな、防衛ウッドするタイミング合わせて。圧着でゴーレム溶かしてほしいな。いこれおいしい、今いける、コウモリとか釣って、いやー結構いいんじゃない？いやーすんげえ来るなあれ。来すぎやないっていうぐらい来るなこれ。いや来んのかい！今の来ないの？来なかったらさこれ俺のターンじゃね？こうやってもうタイブレイクで多分逃げ切れるっすよ僕。あべ！おー待って、やばい、ガチやばい。縛ってる、縛ってる、縛ってる、縛ってる。お願い、みんな戻って。いや、でも、回転早い、回転。え、まあ、縛ってなかったっけ？ちょっと待って、目が開いてねえ。マジで。おい、さあ、ナイス。まあまあ、クエイクご両親、ナイスイン。はい、というわけで今日は圧着色役やったんですけど、まあ、本当に強いデッキなので、まあ、ハンターとかマスケとかにしたりとか、マスケ縦線にしたりとかね、ぜひ使ってみてください。まあ、今期ロングなんでね、皆さん自分のベストね、更新しましょう。ということで、お疲れちゃんでした。またねー。